はい、今回は戦術の解説の方をやっていきたいと思います。で、今回お伝えしていく戦術はペン表がやられて嫌なことですよね。ペン表ソフトってすごい独特な戦い方で相手からしたらすごい嫌やと思うんですけど、ある戦い方をすることによってペン表に対しても有利な展開に持っていくことができるので、その展開を今回私自身がやられる側としてあるゲストをお呼びしてその展開を行っていただきたいと思います。ではゲストを呼んでみましょう。はい、今回のゲストはまるくんです。よろしくお願いします。まるくんは前年度全国郵政大会のチャンピオンでございます。いわゆる全日本チャンピオンですね。で、前年度の全日本社会人の大阪予選で実業団のペン表選手に勝利して激戦区の大阪を通過している実力者です。で、このまるくんにペン表また表ソフトと戦うときにどういった戦い方を行っているのかについて詳しく聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では解説をお願いします。はい、僕が特に表に対して意識しているという点は、3つあります。1つは、サーブを基本的にロングサーブを対応することです。やっぱり表ソフトの選手、特にペン表の選手は特に台上が上手い方が多いので、やっぱり台上でこう先手を取られてしまうとこっちからしたら劣勢になってしまう。なので基本的に、下回転ロング、横回転ロング、ナックルロング、上回転ロング、その4種類を、フォアサイド、ミドル、バックサイド、こう前面に出して戦っております。で、基本的に結構びっくりされる方も多いんですけども、フォアロングを本当に4割から5割出して、本当に相手にこう持ち上げさせてからこうバックに叩くっていう展開を、結構僕の中で使っております。2つ目は、基本的にレシーブは、上回転とかいろいろなサーブ来るんですけども、その中で、つま先をよく使っております。なぜかというと、変にチキータを浮いてしまうと表に対してこう上からパンって押されてしまって、結構持ち上げる展開になってしまう。そうなってしまうと相手は調子を上げてこうバーンってスマッシュ打たれたりとか、そうなってしまうとこっちとしてはしんどいので、どっちかというとつっきをして持ち上げさせたところを上からカウンターいくっていう展開を使っております。で、3つ目は、基本的にサーブの立ち位置なんですけども、基本的にミドルからサーブを出して、戦っております。なぜかというと、やっぱりこうバック側からサーブを出してしまうと、こう回り込んで打たれて、特にフォアサイドとかコンって狙われてしまうと、こうクロスしたのにボールが上に行ってしまって、こう上から叩かれる展開になってしまうので、ミドルからバックサイド、ミドルロング、フォアロング、この3種類を基本的に使い分けてやっております。ミドルからサーブを出し分けてもらってもいいですか。はい、ではバック側にロングサーブを出します。バック側にロングサーブを出します。下回転ロングです。次に上回転ロング、はい、次にミドルロング、はい、次にフォアサイドロングサーブです。次に上回転ロング、次にナックルロング、サーブを出したら、やっぱり表の選手はここに構えてるので、どっちかというとストレートに持ち上げてくれるんで、それを返ったボールをこうバックに詰めて、相手がこうなっていったところを回り込んで、コンって狙う展開を僕は結構得意としております。で、バックにロングサーブを出せば、基本的にこう下回転とかで特に突きが来るか回り込んでくるんで、回り込んできたとしてもやっぱり詰まる分こうラケットを上に振ることが多くなってくるので、どっちかというとバックサイドに変えてくる、それをこう上からパンってストレートを弾いて飛びつかせてクロス待ちでゴンって持っていくっていう展開をよく使っております。ペン表からしたらほんまに嫌な展開なの。そうですね、よく嫌がられます
からまあバック側からサーブ出すよりもやっぱりミドルからサーブ出した方がその表選手特にペン表は効果的な展開。そうですよ。バック側から出すとやっぱりサーブのコースっていうのが分かりやすくなってしまうんですね。こう手前に上げてこうバックロングとまっすぐ上げてストレートロングって結構やっぱりこう上げた瞬間に大体のコース分かられてしまうんですけど、ミドルに出すことによってこう手前に上げてもこうこっちにサーブ出すことフォアサイドにサーブ出すことができますし、こう相手に自分あの僕のサーブをどこに出すかっていうのをこうあのバレにくくするためにちょっとミドルから出してるなっていうのと、やっぱり3球目両ハンドで待ちやすいので、バックサイドでやっぱりこう出してしまうとフォアサイドがラッキーになってしまうので、ミドルから出すことによってどこでもカバーできるようにあの体勢を作っております。では次は、打ちながら実践しながら解説をしていただきたいと思います。はい、わかりました。やられ役になってきます。はい、お願いします。では実践していきたいと思います。私自身がやられ役になっていきます。はい、よろしくお願いいたします。はじめは、バックに下回転ロングを出して、それを基本的にバックに返ってくるのが多いので、それをストレートに入力します。で、飛びついたところ僕がストレートにカウンターします。ではやっていきます。フォアのコースの場合です。はい、この展開の時に気をつけているポイントは、そうですね、サーブを出してから戻りですね。やっぱりこう下回転ロングで相手落とすやろっていう考えではなくて、サーブを出した瞬間にすぐに戻ってこう次のボールの体勢に入る、この速さっていうのが重要になります。やっぱりいくら表でこう上げてくれるといえど、やっぱりこう打点早く返ってくるので、戻りが早くないと、まあ、次のボール返球できないので、下回転を切るっていうことよりもどっちかというとこう戻ることを意識してやっております。で、すぐに戻って相手がこう打ってくるっていうのを見て判断して体勢に入ってストレートに回してます。で、次打った瞬間にすぐにこっちに入るポイントで、ここで止まってしまうと次飛びつかないと、ここなこうボールが遠くなっていってしまうので、すぐにこう打った瞬間にちょっとこっちに入ります。で、入ることによってフォアサイドに行ったボールも足を動かすこともなく容易に返球ができる。で、その時にストレートをしっかりとコースを狙うということにしました。展開に行きたいと思います。2つの展開は、フォア側にロングサーブを出して、それをストレートにドライブしてもらいます。で、それをバックにブロックするので、それをこうプッシュしてもらったところをこうもう1本ストレートに送る展開をやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。この展開ともう一つあります。まあ、この展開の2種類をよく使っております。やっぱりこう一番サーブ権を取った時に一番意識しているのは、相手に強打されない展開に持っていくことを、まあ、意識しております。短いサーブを出した時の展開がどうしても劣勢になるので、フリックをされてこうなってしまう。まあ、この展開が一番まずいので、基本的に僕は下回転ロングを出して、こう持ち上げさせるところをこう高くて上から高くっていう展開にしていく方が、こう自分がサーブやるときに有利な展開になるので、まあ、こういう展開を使っております。まあ、3つ目は、さっき まあ、出した立ち位置を見てもらったら分かるんですけども、基本的にここじゃなくて、ここバックサイドではなくて、まあ、ミドルサイドサーブを出すようにしています。で、ここでサーブを出すことによって、バックロング、フォアロングを分かりづらく出しております。よサーブになっております。第一番号がすんごい低いからギリギリまで分かんないんですよね。
そんなにこう体が回る癖も少ないから、まあ、そのもし取れたとしてもやっぱ打点が落ちちゃうから周りの有利な展開になっちゃうと思いますね。2つ目のポイントであった頭突きの展開をやっていきたいと思います。基本的に僕がよく使う展開は、フォアハンド頭突きです。フォアハンド頭突きをするときに、気をつけているポイントはこう打点落としていったりとか、こう打点早くしてやってきてしまうとやっぱり、相手側の回転を延長してしまうので、どちらかというとボールの頂点を軟禁にしてこう滑らせるような形で突きしております。まあ、そういう突きをすることによってやっぱ相手から突き刺さるような突きなので、ための時間がなくこう持ち上げる展開に、まあ、なるように仕向けております。ではやってみます。まあ、このようにサーブがされてフォアについて少し距離を取ってかけてきたのをコースについてカウンターする。まあ、本当にこの展開をもう 7,8 割僕は使っております。ぜひ、まあ、参考にしてください。最後にまとめとして、平面表また表ソフトと試合する上で気をつけないといけない部分について教えてもらってもいいですか。はい、基本的に平面表の選手に対して強打をされるという展開を防ぐ、まあ、そのためにロングサーブを対応しております。やっぱロングサーブを出すことによって相手は、持ち上げざるを得ない、こう回転をかけて返さざるを得ない状況を作り出して、こうボールがこう浮いてきたところを上からこっちが先に叩くっていう展開を、できるだけ持っていくように仕向けております。まあ、例外としてサーブに対して突っつきもしくはストップが来る展開があると思いますが、そこはもう気にせずに臨機応変にドライブして、先に、相手のいない方向、いない方向へ持っていくという展開を、意識して僕はプレーをしております。あとはその相手のサーブに対して突っつきによる返球、まあバックに突っつきもいいんですけども、やっぱバックに突っつきは結構相手はそれを待って先に回り込んでくるので、フォア突きをメインにすることによって逆にバックにの突きを、待たせない、フォアに少しフォアに寄らせるという展開に持っていくことによってバックへの突きも効いてくるようになります。やっぱりこうバックへの突きは相手は結構待っているので、もう気持ちとしてフォアに突きすることをメインに、まあ、展開を組んでいけば自然とバックについた時も効く、でバックについたらまた相手はちょっとバックに寄り出すか、そこでまたフォア突きをメインに持っていくことによって相手に的を絞らせない、まあ、突きの配球を僕は意識をしております。シェイクのバック表もしくは、シェイクのフォア表の方にもやっぱり共通しているんですけども、どちらかというと表ソフトを張っている側にロングサーブを出すことは、かなり僕の中で意識しております。バック表の選手はやはりこうロングサーブを出すと弾かれるんじゃないかっていう怖さもあるんですけども、やっぱりそこはその少しコースを、バックサイドに出す、これもしくはその少しミドル側に出すっていう風にこの微妙な変化をつけさせることによって相手は足を動かさないとこう返球できないという展開に持っていくことによって、やっぱり少しボールが浮いてくることがよく多く、そこを見逃さずに先にストレートに振る、もしくはクロスに強打するっていう展開を持っていくと、まあ、表の返球も怖くなくなると思います。でフォア表に対してもこうフォア表張ってそこにロングサーブを出すとやっぱりこう強打されるんじゃないかっていう恐怖心があるんですけども、意外とやっぱり試合になればやっぱり強打することやっぱこリスクを背負うんで、やっぱ相手からすると少し怖いんです。そこでこう回転をかけてループしてきたりとか、まあ、こうついて合わせてきたりっていう展開が多くなると思います。そこを見逃さずに強打するとこう相手は何をしていいか分からない、リスクを背負って無理に打ってくる、でそうなってくると相手はこうミスが増えてきたりとか、まあそうですね、ミスが増えてきたら逆に打つのが怖くなってまた合わせていったりとか、まあ、こっちからすると気持ち的に有利な展開になるので、やっぱりこう怖がらず表張ってる方にロングサーブを出すことを僕は意識してやっております。丸くん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回は丸くんにペン表、また表ソフトに対する戦い方について解説をしていただいたんですけど、
まあ、ほんまに私自身も今お伝えさせてもらった展開やられたら全部嫌です。でプラスそんなにこう上級者やからできる展開じゃなくて、正直その初級中級の方でも積極的に試していただける展開やと思うので、まあ、その上手な方やからできる展開っていうのを考えるんじゃなくて、まあ、積極的にその練習とか練習試合でチャレンジしてもらって、だんだん自分のものにしてもらった方がいいです。初めからできるものではないので、何回かやって相手の反応を見ながら、まあ、そのボールに対する対応を磨いてもらえればペン表に対しても怖くなくなってくると思うので、まあ、また表ソフトですね、表ソフトに対しての対応も怖くなくなってくると思うので、まあ、ぜひ一度お試しいただければいいかなと思います。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。